こんにちは、フェルナンドの旅チャンネルにようこそ。ラオスのルアンプラバンはとても過ごしやすかったです。タイでの新しい旅が始まります。タイの目的は世界遺産バンチェンとカオヤイです。今日はラオスのルアンプラバンからタイのウドンターニーまで大移動です。また暑い地域に来ました。それではどうぞ。2月13日ラオス6日目、ルアンプラバンの朝ですが、霧がかかっているようです。空港までトゥクトゥクで向かいます。トゥクトゥクが安いし、東南アジアに来た感があります。東南アジアはバイクが便利です。女性も子供もバイクです。市外に向かう方面は渋滞しています。今更ですが、ルアンプラバンは世界遺産の街でした。空港に到着です。ラオスはチャンバが国家でした。今日はビエンチャンまで飛行機で向かい、陸路で橋を越えて国境を越え、タイに入ります。タイ国内はバスでウドンターニーに行きます。搭乗する飛行機ではありませんが、こんな間近で見れます。私の乗る飛行機はラオスカイウェイという航空会社です。ルアンプラバンを飛び立ちます。ルアンプラバンは山あいにある町でした。そろそろビエンチャンです。ビエンチャンの空港は日本の援助が入っているようです。バスでビエンチャン市街にあるバスターミナルに向かいます。意外に微妙な運行時間です。バスターミナルまでは1万5000キープで、そこから橋までが4000キープです。バスはというと、京都市営バスが活躍しています。市内のバスターミナルに到着しました。国境を越えてタイのノーンカイまで行くバスがあります。このバスがそれぞれの国境のイミグレーションが済むまで待ってくれるので便利です。ちょうど12時40分のバスに間に合いました。これを逃すと2時間待ちになります。ラオ・タイ・インターナショナルバスとあります。このバスも京都の援助が入っているようです。ラオスの国境を抜けたところでバスは待っています。今度はタイの入国審査です。写真はイミグレーションを抜けたところです。タイの旅が始まります。タイに入り、ノーンカイのバスターミナルに向かいます。これで陸路での国境越えは無事に終了です。ノーンカイのバスターミナルです。ノーンカイは国境の町ですが、遠くに見るべきところはないようです。次にウドンターニーに向かいます。ワゴンタイプのバンが来ました。ウドンターニーへはノーンカイの町からほとんどまっすぐの一本道です。お決まりのガソリンスタンドに寄ります。約1時間20分で
うどん谷に到着しました。ルアンプラバン、うどん谷の位置関係です。今日の宿はバスターミナルから歩いて行けるところにしました。こんな町に驚きのモールがあります。近代的で大きな施設のようです。宿はその裏手の庶民的な通りにあります。ここです。細長いノッポビルです。今回は寝るだけなのでまあいいでしょう。ところでモール豪華です。入店しているお店からしてブランドものです。我が地元と比較してもこちらの方が洗練されています。その中のスーパーで買い物します。明日の予定ですが、タレーブアデンとバンチェンに行って空港まで送ってもらうという交渉をしました。戦略タイパーツです。朝日のタレーブアデンを見るなら5時に出ないといけないと言います。今日は早めに休みます。いかがでしたか。やはり国境越えは大変です。明日は朝5時から観光しバンコックまで行きます。ご視聴ありがとうございました。